妙な感覚だ。君とは初めて会うはずなのに。あんた、ただの他人って気がしないわ。彼女の首のあざ、写真の父にも僕の肩にも同じものがある。これは一体。なんだかすっきりしないわ。こいつは敵だったの？まさかあなたもスタンド使い？見てればわかるわよ。行きますよジョリン、僕たちで敵を倒します。私に協力してくれるってことでいいのね、ジョルノ？先で行くわ。スタンド使いの女の子ってどうしてこうもタフなんだ。もう終わり？やれやれって感じだわ。無駄な戦いでしたね。てめえ、今私の財布取っただろ！しまった、気づかれた。なんだ、5ドルポッチか。これじゃピッツァも食べられないな。こういうことするのもうやめときな。将来ろくな目に遭わないわよ。